ゾーマ。お前マジメラゾーマ、ほんとやめろ。あ、メラミか。あー、よし、おい、ちょっとスクエニの電話番号教えて。俺マジクレーム入れるわ、正式に。ちょっと電話番号教えて。俺、ま、正式にクレーム入れに今から電話する。いや、これダメだわ。俺が変えてやんねえといけない。え、ちょっと番号教えて。俺正式にクレーム入れるわ、これ作った人に、鳥山明に。え、鳥山明の携帯番号教えて。マジで無理だわ、あの人のせいで。いや、本当に今精神病になってるのね。プレイ見なかったら勝てた。なるほど、ちょっとデッキの見直しが必要な。というようにですよ、勝てなくなっちゃいました。皆さん分かりました？勝てなくなっちゃったんですよ。あー、メラゾーね。メラビータ殺す。どうやって勝てん、どうぞデディーがディディーじゃねえか。バカなんじゃねえの、このゲーム作ったやつ。マジでディディーがディディーじゃん、これ。はあ、なんですけど。でしかに勝てないじゃん、もうこれじゃ。ずーっと美女たちと戯れたいね。お、次負けたら本当にこう正式な、もうなんか、はい、今から40、ちょっと待って、次負けたら抗議の電話しようと思ってたけどさ、多分この試合40分ぐらいかかるから、ちょっとだけ待ってて。みんな思い思いの時を過ごしてください。俺を止めてみろ、俺のターンだ。いいから、俺を止めてみろ、誰でもいいから。おいおいおい、止めてくれな。ログインボーナス。おい、あれ、さっきログインボーナスもらったのによ。いいゲームだな、ログインボーナスいっぺんくれて。いっぺんくれだ。4回ログインボーナスもらってるよ俺なあ、今日だけで、昨日今日だけで。どうする、雷鳴の剣で終わりか。早かったな、打てる手はないみたいだ。やってやるぜ。そろそろ本気でいく。いや、でもブレがある。おい、俺今あれだよ、みんな、これさ、ネタで泣いてるわけじゃなくて、今本当に泣いてる、今俺、ね、お、心が砕かれた今、みんな、おい、心が砕かれたよ、もう。だって今無理だもん、だって俺一生懸命やってんのに。桑田真澄だって一生懸命やれば絶対報われるって言った、あいつ嘘つきじゃん。ねえ、俺何が悲しいって、桑田真澄に嘘つかれたのがマジで悲しいんだけど。あいつ言ってたぜ、うん、頑張ればきっと夢は叶うんですよって言ってたぞ、あいつ。あのさ、2000年ぐらいによ、肘手術した時にさ、読売ジャイアンツのスタジアムでさ、ホみてにずーっと走ってた時に言ってたんだよ、俺見たんだよ、それを。俺、桑田真治氏侍なんだよ。もしかしたら桑田真澄だったかもしれねえ。課金するかククール捨てるか引退するか選ぶ、分かった。今ちょっと10秒考える。課金もせずにククールも捨てずに引退もせずにこのまま続けるという選択肢をちょっと一回取ってみる。